ふう。もう怖い。これで全員かな。部屋を見回してみる。思ったよりプレッシャーが大きかった。まるで俺の文章力の平凡さを査定されているかのようだ。余裕に言ってくれたとしても俺の詩がみんなのデッキに届くはずがない。ここのセリフありました。ですね。なんて言ったって文芸部なのだから。ダメですか。偉い場所に入ってきたもんやな。ほらちょっと待ちなさいよ。もうモニカがデスノートに何かを書き込んで怖いですね。怖いです。これなかったよ。絶対なかったですよね。なかったと思う気がしますね。確かなかったですよ。もう帰ろう帰ろう。ポチン名越と一緒に帰ろう。はよ、い、そのぼっちんは人間関係、深い人間関係苦手な割には全然無防備で平気で踏み込んじゃうねんな、この子な。そこがまあ魅力でもあるけどね。ゆりと夏希に目をやる。彼女らはそろそろと紙を交換し合い、それぞれの詩を見せていく、うん、並んで詩を読みながら二人の表情が変わっていく様子が見てくれる。夏希は苛立ったように眉間に詩を寄せる。これもなかったような気するけどな。ちゃうかな。一方よりは悲しそうに微笑む。何なのよこの言い回し。あの何か言いましたか。いや何でもないわ。夏希はもうそっけなく語って机の上に置いて、いやもうこれ傷つくやな。こんなこと僕の歌詞でやられたら俺もう絶対二度とその人と一緒にお茶とか飲みたくないわ。何それ。もうあかん。夏希は持っていた詩をそっけなく、はい、洒落た感じなんじゃない。うわーもう皮肉。最悪やな夏希。君なんか朝嫌なことあった、はい、あ、ありがとうございます。あなたのは可愛いですね。可愛い？ ありましたね。うん、あったような気がしてきた。まさか何を象徴しているのか何にも気づかなかったってわけ。どう見たって諦めの心情についてでしょう。どうしたら可愛く見えるのよ。あ、分かってますよね。ゆりは分かってるそういうこと。ただ私が言いたいのはその言葉選びとか気の利いたことを言えたらよかったんですが、あ、この癖今あったね。はあ、もうだんだん当分ちょっと恐怖が起こってこない気がしてきて、ちょっと僕の声が明るくなってますよ。なんか流れからして、あ、ちょっと当分ないなっていう感じが、ここ踊り場やと思ってます。結構テニスコートぐらいの踊り場やと思ってます、はい、結構結構でも、でも木なんて全然聞いてなかったわ、はい、いくつか提案したことがあるんです。ふん、詩を気に入ってくれた人の提案なら聞いてあげないこともなかったけどね。実際そういう人はちゃんといるんだし。モニカとか、それにぼっちんだって。それにそもそも私からもぜひ提案したいことがあるわ。まずね、すいません、せっかくなんですが文体を確立するために私は長い時間をかけてきたんです。あ、言ってたな、そんなこと。しばらくこのまま変わらないと思います。拒否された。そういうものにはまだ出会えていないのですけど。なっ。それにぼっちんさんは私の詩を気に入ってくださったみたいですよ。ものすごい女の争い。ここあったあった、ありました。感動したとまで言ってくださいましたし、夏希は突然席を立った。ダガこれね、学校の席ってたらガーンって音すんねん、あれあれなんとかならんかな。ガーンって言うね、ガガガって言うね。はい、何よ勝負する気だよね。なユリって新入部員とお近づきになりたくて必死だったなんて気がつか、ああ言った、ついに言った、はい、そういうわけでは、うん、あなただってユリも同じように席を立つ。カタ
あなただってぼっちんさんがあなたに私のアドバイスを尊重したことに嫉妬しているのではないですか。えらいことになってきた。大奥の中のつかみ合いの喧嘩みたいになってきた。はっ、でどうやって私のアドバイスよりありがたがってるって分かるのよ、分かるのよ。そうか、これでも一周目だとさゆりが止めたんですよね、この喧嘩。せや、そういうことですよ。さゆり、なんで死んでしまったんや。クワガタがいないんですよ。クワガタがいない。クワガタがいないよ。調子に乗りすぎ。ほんまや、これもうボッチング止めるしかないやろ。ほんだら調子に乗りすぎなんじゃないの。私は、そうか、その後の話が続く。面白い。違う、私が調子に乗っていたのなら、うわ、俺もう読むのもはばかられるわ。私だってわざとらしくブリックする。あなたみたいにブリックなんかしませんよっていうことでしょ。うわ、ぐぐ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 。じゃあ言うけどね、ぼっちんが入ってから突然胸をワンサイズ盛り出したのはどう。ほら、やっぱりそうでしょ。ワンサイズ持ってたんですよ、夏希は。あ、夏希じゃない、ゆりは。そうやったんや。だから僕が胸の分析に入ってしまったのは正しかったんや。いやいや、これでもで一周目も言ってますからね。言ってるの。一周目でもこの下りがありました。あ、ほんま、俺もう全然記憶がもうダメやな。そうか、そうか。すいません、皆さん、こんな人間なんです、ごめんなさい。夏希ちゃん、あ、やっぱりモニカが入った。夏希、それはちょっと、そりゃそうやな、モニカの一人芝居やもんな、これ全部な。そうです。部外者は黙ってて、部外者は黙っててください。うわ、またまた押し返された。自分に自信がないかと、そうやって他人に八つ当たりして、うわ、見た目通り幼稚なんですね、夏希ちゃん。お、なんかまだビカビカビカってきたよ、これ。ほら、これがなかったです。あ、どんどん速くなってきた。音楽が速くなってきた。いや、ここまで言ってないですよ。おぉ、押しますね。はい、私、誰がそんなこと言ってるのかしら。この中二病女、うまいこと言うな。中二病。あ、だん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 薄れてきた。精神年齢が低いあなたには到底理解できない性格、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 性格。ほら、皆さんよ、今のバブから生活でっていうのは、ね、私の言う通りじゃない。中学を卒業する頃には大体みんな落ち着くのに。ちょっと待って、このザーッとなってんのがさ、さゆりの最後のシーンのザーッと一緒やん。だからもうなんか、そこが連想、うまいこと作ってるよな。連想させるやん。自分が正当化したいのならその胸くそ悪い態度を改めたらどうなんですか。フリップしたってその最悪な性格は欲しくないんですもんね。ウィー、必死すぎるところしか可愛げがないですから。え、必死すぎるところしか可愛げがない、すごいな。おっと、いうより12秒が悪化しすぎて自分まで気づけないようにね。で、そうだった。もう知ってるのよね。もう知ってる。シューってどこで言ってんの。あ、これはあのパソコンの。あ、びっくりした。このパソコンのシューっていうのもプログラミングされてない。いやいや、これ違います、パソコンのスペック問題です、はい。で、そうだった。もう知ってるのよね。はい、傷つけてる。わ。私が自傷行為してるってお互い、ほら、もうやばい、俺この物語の中に俺の思考が組み込まれてるなあ。いや、ちょっと待って、そういうこと、私自傷行為疑ってるんですかって、自傷行為してると疑ってるんですかということ自体、自傷行為してるということを告白してるような。はいはい、頭にいかれてるんじゃないですか。ほら、もっと言ってみなさいよ。今ちょっと吐きかけてるわよね、あなた。あなたの星はぼっちに全部聞かせなさいよ。やばいですね。そうしたらこの後、あんたに首ったけになってるんじゃないの？あなたの作戦ではね。突然ゆりは、
俺がそこにいることに今気づいたかのようにこちらに振り向いた。ぼっちんさん、この子が私の印象を悪くしようとしているだけなんです。違うでしょ、そっちが始めたんでしょうが。てん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 、追いつけてない。ああ、でも、でも、でも、いや、あれ、出なかったな。勝手に出るんだ。出ました、前も出ました。はい、ああ、読みたかったな。今、スクショ無理やな。でも、あの話さ、ものすごい書いてあってる。え、それで夏樹に聞くかよりに聞くかを選ぶわけよね。まあ聞くというか、選べってことですよね。どっちの言い分が正しいか。え、そういうことか。はい、というのもユリにやっぱり、まあ流れとしてぼっちんはユリが好きやっていう流れだから、はい、ユリに、いやそんなことないよ、君何もあのまずいこと言ってないよということを言ってあげるっていう方向に行く方が自然ではないでしょうかね。はい、そうですね。うん、じゃあユリで。はい、ユリで。ジッコなんて選べないですということは夏樹しか選べないってことや。あ、でもなんかアップになりました。ああ、アップになった。どうしますか。ちょっと待って、もっぺんユリ押してくれ。もっぺんだけ。さらに、え、ちょっとどこまで押し続けようか。ごめんなさい、クソいう性格なんです僕。さらに、さらに、ちょっと待って、ここでいっぺん夏樹に変えてみる。出ないとなんか惜しいような気せえへん、はい、好奇心として、はい、あ、どっちにしても一緒なんや、これ区別ないんや。あ、ユリ、はい、え、あ、面白い面白い、行くとこまで行くしかない。え、まだユリを選べるよね。はい、よっ、お、来た。ほら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 、まあこれが来たよ。ラスボス。え、どうしますね。え、ほんでどうしたんや。とりあえず押してみます。はいはい。あ、来た。ほら、画面の外側に出たやん。まだ、もう出たよ。出たよ。なんかもうほんまにここにいる感じだよ。もうここはもうちょっと勝負するしかないやろ。抜け出してきてる感じがしますね。はい、もう僕のね、僕が救急病棟をやってる時に、はい、僕、はい、実はあの救急病棟のまあボスやったんですよ、はい、33歳で、はい、で4年間ボスやったんですよ、はい、その時の心情になってますよ。もう出てきたんなら勝負するしかないよ。だから別、久しぶりに別人格ができた僕の方、はい、うん、そんな感じですね。あ、やっぱり君かっていうね。なるほど、うん、じゃあ今から君を鑑定するしかないみたいな感じになってるわ。もう精神科救急の、そう、現場のような、そう、僕まだ37歳ぐらいに戻った感じですよ。はいはい、はい、すごいな。でも同時にゴア様やな、まるで真正面から。つまりこの物語の外へ出たんやね、モニカはね。ほんで直に、しかも物語の外に出たということは、僕も言ってるように、これはぼっちんじゃなくて名越にこれから呼びかけるっていう段取りなんじゃないの。 そうですね、そういうことでしょ、はい、あるいはまだぼっちんって言ってくれるのかな。って言ってます。はい、ねえぼっちん君、一応ぼっちん君ですね。いやいや、もちろんね、名越っていう名前は知らないからね、このパソコンは。ぼっちん君、うん、私たちはちょっと外に行かない。はい、いいですよね、いいよ。さっきはごめんなさい、二人ともあなたを巻き込むべきじゃなかったの。これマイクちゃんとついてます、大丈夫ですか。はい、はい、生きてます。はい、はい、ちなみにさっきちょっと何て言ってたのか、ちょっとヒストリー見てみますか。あ、見ていいの？見れんの？お、いやいや、これでログが残ってたら見れるんですけど、 あ、これですね。そもそもどうして俺が巻き込まれているんだ。書き物について特に詳しいわけではないの、うん、でもどっちかに俺が賛成したらきっとそこから評価されるはずだ。だからそれはもちろんですね、うん、まあ、大したこと言ってないです。でも要するに
坊ちんはこの後によくそういう時にも自分の計算で動いてるっていうことを表現してるよね。まあそうですね。これもでも一瞬目と一応言葉自体は一緒なんです、うん、ああなるほどなるほど。ただあの場面であの早く表示されたやつがこれと同じだったかどうかがちょっと保証の限りじゃないですよね。見えなかったですもんね、うん、はい、はいはいはい、それではい、二人ともあなたを巻き込むべきじゃなかったのに私たちは関わらない方がいいと思うわなんでやのさゆりは止めたやん、はい、そこが上下一緒的やねんな。二人が要するに、はい、肉薄する感情からはモニカも遠のくんですよね。距離を取る、うん、上下一緒的ですよね、はい、そこは、ちょっと待って二人が二、うん、人がどなり終わったら戻りましょう。もういかにも上下一緒的対応ですよね、はい、ここ、はい、あはは私も大した部長よね。でもおかしいやん、これ物語で画面になってたやろ、うん、裏側画面の外にあなたが出てきたやん、やっぱりでもまた一応奥に引っ込んでますね。まあそうやね、はい、しそこがちょっとわからない。私も、うん、部員をちゃんと咎める。あ、私も大した部長よねで、うん、部員をちゃんとたしなめる、たしなめるか、たしなめることしかすらできない。もっと自己主張できるようになりたくなることはあるけど、うん、他人に対して強く主張する気がどうしても起きないの。ああ、わかる。わかるよ。わかってくれるわよね。いや、だってどっかそれはぼっちと似てるもんな。うん、はい。それより、これで部員たちと距離を置きたくなったら、なら、それでもいいわ。うん、つまりやめたい。その代わり私と一緒に過ごすのは大歓迎だけど。出た、抜けがけ出た、はい、突然夏希が部屋から飛び出してきた。あ、泣いてる。この画像は初めてです。はい、泣いてる、めっちゃ泣いてる、かわいそう。そのまま走り去ってしまった。あら、まあどうやって終わった、どうやら終わったみたいね。あんなつもりは、あんなつもりは、だから本当の自分の激しいね性格の部分が出てしまったってことやね。あんまり対人関係で抑圧してた部分が出てしまったと、まあゆりは、あ、まあ言いたいんですよね。でもそれは極めて、だからこのストーリー全体がある意味ちょっと客観的に言うていいですか、すごくフロイト学派的なストーリーですよね。つまりあの場面でゆりは、ぼっちんがいることも分からずにわーっと自分の感情的な部分を出したっていう設定ですけど、アドラー心理学的にはそれはありえないんですよね。あ、それは必ずぼっちに対するアピールでもあるんですよ。なるほど。でもここの世界の常識の中ではユリが常軌を逸して本当の自分が出してしまって、それでうろたえてトラウマティックになってアクティングアウトするとか、そういう流れにおそらくなる可能性がありますよね、うん、あんなつもりは。アクティングアウトって、うん、要するに自分が、自分のことをいい子だと褒めてもらいたい要因としてぼっちんを担保していたのに、その前で最も汚い、最も自分が自己否定したい、自分の中で抑圧したい自分をいきなりぼっちんの前にさらけ出してしまった。それで自分はもう崩壊するしかないから自傷するとか、なんかアクティングアウトバーンと飛び出すとか、表に飛び出すとか、そういう流れが見えますよ、ね。なるほど、うん、あんなつもりは、まあ、もちろん坊ちんの声かけによりますけどね、うん、再びユリが坊ちんを、うん、いやいいんだよと慰めてくれたら、うん、自分を褒めてくれる要因として担保された。つまり坊ちんは私がコントロールできるんだと、ユリは傷つくわけやから元に戻るんやけど、それはもうもはや病的な関係性がどん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 深まっていくってことになりますね、はい、はい。あんなつもりは。ユリは座って両手で顔を隠しながら前後に揺れ動いて、こうなってます。ユリ、あんなつもりはなかったんです。あ、この顔も今まで違う。ね、だからあんなつもりはなかった、目がね、あんなつもりはなかったんですって、犠牲者のような目をして、目だけはどう行動するかなってすごい怖い目でしてるでしょ。ぼっちんがどういう態度を示すか、あるいはどこまで読んでるのかっていうことを見てますよね、ユリは。
ごめんなさい、こういうもんなんですよ。分析、ごめんなさいね。もうすいません、すいません。はい。あの、すみません。信じるよ。ああ、落ちた早い早いぼっちんは早いです、ね。起き上がりこぼしみたいに、早く落ちてまた立ち直る。はい。信じるよ。あの後、ゆりが夏希に何を言ったのか全く想像つかない。はい。何をしたかも。ぼっちんさん。嫌いにならないでください。お願いです。あなたが嫌いになるということは私の死を意味する。おお私はこんな人間じゃないんです。いや、そんな人間やねんって。でもそれでいいじゃんと言いたくなるよね。まずね、ちょっとね、おっぱいも持ったんでしょ。そうじゃない。どうやって盛るの。でもそれは分からへんなってきた今。なんか勝手に言ってるけど、ごめんなさい。なんか僕なんかいやらしいこと言ってますよね。ごめんなさい。私こんな人間じゃないんです、はい、今日の私はなんかおかしいんです。まあもう統合されてきてるからね、大丈夫。あれがあなたの本心じゃないって分かっているわ。それに夏希も明日には全部忘れてるわ。なんでやねん。モニカ、なんでそこまで言えんの。君ますます怪しい。ますます怪しいわ。記憶をデリートしたんです。そうますます怪しい。はい。完全にね。もうやばいやばい、ほんまにやばいわ。やばいな。完全に、ね、なんて言って、パーフェクトリーとか言ってんのかな。怖っ。パーフェクトリーですね。はあ、もうなんかもうゾワゾワしてんだけど、ここら辺が、はい、怖すぎんねんけども、はい、てんてんてん。それより今日の部活は終わりだから帰ってもらってもいいわよ、はい、てんてんてん。ユリは何か言いだけにこちらを見るが、モニカの方もチラチラ見ている。だからさ、ユリは完全に仕立て上げられた人格なんやけど、自分で動いてると思ってんねんな、はい、そこはまた怖いよね。いや、僕の完全な、はい、マトリックス的な完全な、名越解釈ですよ、はい、そこが哀れなんやな、うん、実は手のひらの上で動いてるマリオネットやねんけど、そのマリオネットが自分で心を持ってると思ってんねんな、うん、はぁ、あ、はい、さ、先に行っててくださいよ、くださいモニカちゃん、もう少しここにいたいので。お、反抗した、はい、部長は私なんだから私が最後に行く、出ていくべきよ。ニコッと笑ってる君の顔が怖い。怖いですね。怖い、はい、怖い。しかも腰に手を置いてるからね。腰に手を置いてるから、もうこれ以上になったらなんか電気ムチかなんか出てきそうですよね。はい、気が済むまで待ってるから、はい、あなたが作った人形の薬、あなたは次第に意思を持ち出したみたいな感じやな。怖い怖い。はい、てんてんてん。でしたら私も副部長ですから、今日はその責任を果たさせてください。それはない、仕立てられたバグですか。違いますね、やめてくださいよ、はい、はい。ユリはまるで私にいてほしくないみたいだと、うん、違います。いや違う、図星でしょ。ユリ大きな口開けることできんねんね。一番大きな口開いたね。違います。違わない、はい、違うんです。音止まったままですよ、はい、いいですかね。大丈夫だと思います。私はただぼっちんさんと本についてまだ話し合えてないので、モニカちゃんに聞かれるのが恥ずかしくて、はあ、
私に選択肢はないみたいね。ご迷惑をおかけしてすいません。うん。バグりましたね。ちょっと待って、え、おねなんでここに来るの？全くわからない。何？つまりユリはディレートされたということ？わかんないです。ただ今この画面にはユリいますけどね。うわー、すごい話やな、これ。どんどん混乱させられるね。いや、しょうがない。つまり、もう、邪魔されちゃったってことですね。うん、一応、じゃあ選びますか。いや、でもさ、モニカ、ボス説は、もう、ほぼ確定的やと思いません？ほぼ確定でいいんじゃないですか。ドリーさんももう、それ、もう完全に乗っかって話してるよね。いやいや、だって、画面の外に出てきちゃってます、ね、いや、そうやねん、そうやねん、全く全く、はい、あと私に選択肢はないみたいねって言って相手を消すってすごいよな、はい、あと完璧にね、もおかしいですしね。じゃあもう一遍やるんや、これを。はい、わかりましたよ、はい、このテンションで選ばせるっていうのもちょっともうさ、これでも運命しか選べないんや、この中では、はい、運命しか選べませんよ、はい。次はだから今の流れで言うと決意ですね、はい、もう一度モニカと戦うぞっていう決意です。約束も隠し事パジャマダンス一緒に遊ぶ時間、時間やな、時間の輪の中に入っちゃったもんね、時間やな。熱心雲残像、はい、もう残像しかないでしょ、もう残像の虜やん。織子堂、霊気、美しさ、うわぁ、なんやろ、このまま織とか言うたらもうそのままになるから、ちょっとここら辺で鼓動にしとこうか、鼓動、不器用満点の鹿ワイ、メロディスカート猫、守備の方、よし、猫にしよう。ちょっと救いを求めて猫。ホラー、パパ、無限、興奮、アドロック、活発、ロリコット、爆発、ピュア、甘くないんやろな、これ。パパにしよう。普段選ばないやつ。ドキドキ、報われない、呼吸、償う悲劇、捕虜、捕虜、これにしましょう。絶対噛んでるな。分析ウサギリボン、生む魅力、恐ろしい欲求、鮮明、もうにします。平静な洞察、苦痛、汚染、くるくる、なく貴重な財災害、疑問、渦巻く、悲哀、休暇、楽しい、平和、制御不能、制御不能にします。恐怖、パフェ、怒り、宇宙、哲学、気まぐれ、甘い怪物、怠惰、悲嘆、なんやろうな、これは難しいな。ベタに宇宙にしますか。宇宙、花火、ハート、バラ、結婚、周知、喜び、ネバネバ、旋風、生命力、うわ、生命力、シンク、運動場、エントロピー、ホタル、ホタルにしましょう。もう大体どっちが喜ぶか分かってきたな。ピカピカ、スキップ、自然、ネズミ、ネズミとホタルっていいな、ネズミにしようかな。せやな、当然神の喜ぶよな。テンプの肖像、絶頂、壊れた羽、肖像かな、こんな感じで、特別かじる、
うわ、かじるって言ったら、彼女よな、まあ、かじるにしよう。せやな、家族、色、めまい、冒険、パッド。パッドなんていいな、パッドにしようかな。審判、キス、傷つける、虹、色、な、何にしましょう。うわぁ、もうだいぶ選んだからな。水着にするか、はい、そうやな。さとえる子供の頃と貧弱本質絶望を取り乱したうわぁ、何ですか今のは。な、今のはあの彼女とちゃう、夏希とちゃう、夏希の顔とちゃうの。夏希ですかね今。うん、一日が過ぎ、部活の時間がやってきた。ここ数日でいくらかこの場所も居心地が良くなってきたように思う。居心地良くなりますかね、昨日は。全然居心地悪いです。おかしいよ。また初めから出てくるんじゃない。部屋に入るといつもの光景が。いやーもうぐちゃぐちゃになって、こんにちはぼっちんさん、ゆりのパーツだけが動いてる、重ならない、あ、よう、ゆり、ゆりの一部しかない、右の胸しかないんですけど、俺の気のせいかもしれないが、ゆりの表情が分からない、からして、はい、まあ行こう、とりあえず行こう。昨日の口論の重苦しい空気は残ったままだ。あ、ユリは肩越しに部屋の中を見渡す。夏希は机でパンパンを。そして驚くモニカはまだ来ていない。なんで驚くことない。はい。すると急にユリに腕を引かれ、部屋の隅へとずれる。昨日のことなんですが、私謝らないといけません。あんなことを今までなかったんです。何かに支配されたような感じで同化していたんです。私たちがいつもあんな風だと思わないでください。私だけのことではなく、夏希ちゃんについて。もうこんなんす、こう言われたら、あ、いつもそうなんやなと思うけど、それで思わない人なんかいる。このユリの直線的な説得に心から応じる人なんている？いるの？ユリ。ユリが丁寧に謝ってくれて嬉しいよ。そんな心配しなくてもない。もう全部は受け入れましたね。もうさ、初めさ、ぼっちん6種かと思えたけど、4種的要素もあんのちゃうから、なんかとにかく流れに任せるみたいな。そんなに心配しなくても大丈夫だ。まあちょっとユリのこと好きやからね、ぼっちんがね。まだ俺は入部して少ししか経ってないが、それでも昨日は何かがおかしかったっていうのはわかる。死を見せ合うなんて初めてのことだったから、みんなちょっと神経質になってたんだろう。なかなかいいまとめ方。はい。何せよ、それでユリのことを嫌いになったりはしていない。もう俺はユリが悪いやつじゃないって確信を持ってるんだ。謝ってもくれたし、本当にそんなつもりはなかったんだってことをよく分かった。なんかユリとぼっちは距離を取りたがってるように見えてくるけどな、俺は。はい、あ、ぼっちんさん、そう言っていただけるなんてとっても嬉しいです。あなたが理解ある方で本当に良かったです。それにあなたが入部してくれたこともすごく嬉しいんです。これ高校2年生でこういう話で全部心がうっさんするかな。ねえ、一晩伸びやかせへんかったらうっさんできへんのちゃうの。それにあなたが入部してくれたこともすごく嬉しいんです。まあ一応1日は経ってるんですかね。まあでもそれで大丈夫かな。あのでも一応モニカね、翌日になったら完璧に忘れているって言ってましたから。あなたが用意してくれたこともすごく嬉しいんです。
あなたがいるだけで世界が。あれ、完璧に忘れてるって、ユリが完璧に忘れてる。いや、夏希ですね。そうやんな。だから夏希の行動要注意やんな。はい。夏希が本当に忘れてるかどうかっていう問題があります。そこで、うん、あなたがいるだけで世界が明るくなって、なんか僕のこと三種みたいに持ってはる。ああ、ごめんなさい。私がおかしいことを言ってしまいました。自分の中の感情が出てきたらグッと抑圧するんだ、この人な。私はただ、ねえ、モニカ見なかった？名越康文 TV シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの、実はやりたいなと。